けど、来週が最後の授業になるんですね。ということなので、もうね、下書きの練習とかやっとる暇はないので、専用の画用紙を今日は用意しています。こちらにもどんどんやってください。で、今日はもう下書きが終わって色塗りの授業の話をしていこうかなと思っているんですね。で、今日教えるあの色塗りのやり方はかなり簡単にできて、しかも綺麗にできる方法なので、よかったらこれ使ってもらえたらと思います。さあ、また例によって聞いてみましょう。ニュースいろいろありましたよね。どんなこと気になりました？緊急事態宣言とりあえず解除されましたよね。で、ワクチンの接種が始まっていますね。皆さん打てるのっていつ頃かって知ってます？って言われてますよね。ちなみに皆さんは打ちますか打ちませんか？何歳以上からか知ってますか？ですよね、はい。でこれ一応任意なので打たなくてもいいということですよね。ただ国は打ってくださいと言ってます。なんでかっていうと、あなた方は重症化しないけど高齢者に移すリスクがある。社会全体のことを考えたら俺やっぱ打ってほしい。でもまだね、その副作用っていうところが心配があるので絶対強制的にとは言えないんだけど、できる限り打ってくださいというふうに言ってますね。で、おそらくですけど今後大きな会場に行く場合とか新幹線に乗る場合、打ちましたよっていう証明書がなければ多分利用できないという状態になるだろうと予想します、私は。ですので打たなければ結局行けないような状況になるのかなってことは思っているんですよ。まあ、分かんないですけどね、どうなるかっていうのは。さあ、そんな中で、今朝の新聞、これ皆さん知ってました？私全然知らなかったんですよ。国産ワクチンって作っとるらしいですね。どこで作ってるかって話ですよ。これ池田町らしいですよ。池田町で作ってたんやっていう国産ワクチンで、これ塩野義製薬から委託をされて、ここの会社が今作ってますよっていうことで着々ともう準備を進めているらしいですよ。意外でしたね。あ、そんなとこで作ってたのっていう、そういう記事が載っていました。で、まあ、これが出てくると、もう少しね、皆さんにも早い段階でこうワクチンの接種が始まるのかもしれないということですよね。さあ、まあ今後どうなるかは分かりませんけども、またね、おそらくここのワクチン、おそらく塩野義製薬から出ると思うのでがまた出回ってくるんだろうと思います。さあ、授業ですね。色塗りの話をするって言いました。ですね、ちょっと実際にはまた希望があればここで実際にやってみますので、とりあえず口だけで説明しますね。これ実は1年生用に私が作った屏風なんですよ。でね、ちょっと見にくいかな、こちら見てもらえば分かるんですけど、少しこうにじんでるの分かりません？で、これどうやって塗ったかっていうと、このジンベエザメのここの中だけ水を塗るんですよ。水です。で、水を塗っといたら、その上にベタベタに濡らした上に水でよく溶いた絵の具をポチャンと垂らすんです。どうなるか分かります？にじみますよね。で、それを利用して塗ったんです。これ、で、そうするとものすごく早いんですよ。で、絵の具も使わないし、かなり綺麗なんです。しかも鉛筆の線が全て見えるので、だから色を塗ったうわ線消えちゃったっていうことがなくなる。これおすすめなんですね。で、これで薄いと思ったら重ねてこれをやればいいし、私は実はこの上に色鉛筆で細かい色をさらにつけていったんです。で、色鉛筆もあるのでこれが一番早いと思います。ですから今日も色を塗っていくよという子はこのにじみを利用して塗っていただけるといいのかなと思うんですね。で、一個注意点なんですけど、輪郭線をこればなぞってないんですよ。輪郭線をなぞってからやった方がいいんです。なんでかっていうと、この塗り方で塗ると色がかなり薄くなるから、弱々しいんです。だからペンでなぞってからこれをやった方がいいんだけど、そのペンの種類に気をつけてください。
水を使うので、水に溶けるペンだったら困るんですよ。商品名出すとサラサっていうペンはあれは水に溶けないんです。一度試してください。どっか書いて10秒ぐらい経って水濡らして大丈夫そうだったらこれ使えると思います。これが一番早いのでどんどんやっていってください。来週がラストの授業です。じゃあやっていきましょう。